レナの水着はちょっぴり大胆なビキニタイプか。さすがにちーっと恥ずかしそうにしてるが、それがまたいい。あからめたレナの表情にはグッとくるものがあるぜ。そしてミオンの水着はチャイナドレスみたいな変わった水着だ。チラチラと見える内ももが露出しているより100倍燃える。何よりもそのタユンタユンする巨大な2つのメロンは反則だ。さらにサトコはこの年で早くも豊満な未来を予想させるラインは侮りがたし、そのくせ幼さを感じさせる水着とのギャップが凄まじい。その道の属性の連中ならこの組み合わせは極めて危険。極めつけはリカちゃんだ。まだまだ未熟な青い果実を思わせるラインなのに大胆なビキニスタイルとは恐れいるぜ。そして大事なのは紐。その紐を男なら一度は引っ張ってみたいと。 Netflix Reality